スを磨くならセンスを磨け、 OB パーソナルスタイリングサービス代表の大藤です。今回はですね、フラット袋に入ったんですけど、2020年の春夏、前回の動画でおすすめ買ってよかったランキングの中に入っているユニクロ U からですね、実は2020年秋冬の商品が新作としてもう店頭に並んでおりまして、まだまあ夏も来てないのにもう秋冬かよっていう気持ちにちょっとなってる方もいらっしゃるかもしれないんですが、ここはちょっとねファッション屋さんというかとして少しこう先取って皆さんにおすすめのものっていうところでご紹介したいなっていうふうに思ったので、僕大藤優也が選ぶ秋冬のユニクロ U 新作、こちらの商品について今日はねちょっとお話ししたいなと思っております。こちらですね、ユニクロ U から発売されましたクルーネックティ長袖でございます。全部で実は展開されているカラー7色あって、サイズの展開がですね XS からかな 4XL までなんですけど、店頭においては一番上のサイズが XL までとなっております。オンラインが 2XL、3XL、4XL までやってるっていう感じでございます。値段がなんとなんと税抜きで1990円でございました。で、7色のうちのまあいろんな色あったんですけど、何の色を選んだかと言いますと、この3色でございます。この3色にした理由としては、秋を感じさせるそういったこうトレンドカラーっていうのを自分なりにピックアップしてみました。あとはまあ定番的なブラックっていうところですねでございます。色を見ていただきたいところなんですけど、僕が購入したのは XL でして、これまず1色目、これはナチュラルっていうカラーですね。春夏で白っていうのはもう鉄板、まあやっぱり爽やかにも見えますし、まあすごくこうクリーンに見えるっていうところなんですけど、夏から秋っていうところのその変化の付け方の一つとしてすごくいいなっていうのが、白っていうところから少し色がちょっとベージュがかるというか、ナチュラルっていうカラーに関しては夏から秋っていうその変化をつけられるカラーになるんじゃないかなというふうに思ったので、このナチュラルっていうのを選んでみました。これはもう全部のカラー、僕が購入した3つの3色のカラーどれにも共通しているところなんですけど、生地自体はですね、この商品のために開発をしている生地みたいなんですよ。すごくこう芯があるというか、コットン 100% なんですけど、かなりこう目が詰まっていて厚めの生地になってます。あんまりこう荒々しい感じっていうよりは品よく少しこう光沢のある感じのコットンを使ってますんで、かなりこう大人っぽいアイテムなんじゃないかなっていうふうに思います。クリストフ・ルメールっていう方がやっぱりこうディレクションをされているっていうところで、そういったところがすごく追求されてるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、首元なんですけど、ネックに関しては結構こう詰まった感じのネックで、リブも少し厚めのリブになってます。ボディ自体はコットン 100% なんですけど、リブに関してはポリエステルっていうのが少し入ってます。形なんですけど、僕は思ったのは、今まあどちらかというとオーバーサイズとかっていうのがすごくこうトレンドになってたりとか、2020年の春夏に関しても結構オーバーサイズの T シャツなんかも結構多かったりしたんですけど、もちろん少したっぷりめではあります。ただそんなにただただ大きくすればいいみたいな感じの解釈で作られているわけではなくって、本当にねファッション業界全体のその流れではあるんですけど、どちらかというとすごくオーバーサイズだったお洋服っていうのが少しずつ少しずつこう綺麗な感じに、タイトまではいかないんですけど、あのねすごくダボっとした感じっていうよりはちょっとリラックスぐらいのサイズ感っていうのにこうシフトチェンジしてきてます。
このロンティーに関してもそういったところが少しこう垣間見えるというか、なので綺麗にも着ていただけるし、サイズを上げればルーズにも着てもらえるっていう感じの、そういったロンティーの形になってます。大人の方はね、そんなにこうすごく大きく着ればいいってもんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんで、そういう解釈で言うと、ものすごくサイズ感としてはかなりバランスのいいロンティーになってるんじゃないかなっていうふうに思います。すごく大きすぎず、かといってタイトすぎずっていうところなので、多くのスタイルの方、いろいろなジャンルのスタイルの方にこのロンティーっていうのはハマるんじゃないかなっていうふうに思います。もう一つのカラーですね、がこちらでございます。僕が選んだカラー、マスタードっていう色なんですけど、どちらかというとね、ちょっとこう黄色みが強いカラーを想像するかとは思うんですけど、これはね結構ブラウンっていうのに近い感じの色になってます。程よく光沢があるんで、光に反射すると綺麗な感じのツヤっていうのが少しこう感じてもらえるかなっていうところではあるんですけど、この色に関してはですね、やっぱりこの秋っていうのをねすごく感じられるカラーなんじゃないかなっていうふうに思っていて、冬とかになってくるとこれをねインナーとかブラックのコートなんかのインナーとかに入れてもすごく綺麗なんじゃないかなっていうふうに思ったりもしてますんで、この色っていうのをチョイスしてみました。普段あんまりこう着ないカラーというか、これまでの僕の多分コーディネートの中でも結構ブラック、ホワイトとかそういうカラーがすごく多い中で、こういう色物を着るっていうのはそんなにこうすごく多いわけではないんですけど、ただこういう季節の変わり目だったりとかっていうのは、自分のテンションを変えるためにも普段着ないその季節らしい色っていうのを少しこう取り入れたりとかっていうのもしたりもします。ここまですごい高いもんじゃないと思うので、こういうプライスのものだからこそこういうこうチャレンジするような色みたいなのを選んでいただくのもすごくファッションの楽しみになるんじゃないかなというふうに思うので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。あともう一色が定番的なブラックっていう感じですね。ブラックに関しては引き続きこの秋冬でもですね多く着られるカラーかなというふうに思いましたんで、今回に関してはこの3色っていうのを僕はチョイスしてみました。全7色なんですけどね、他にもねブラウン系のダークブラウンだったかな、そういう色があったりとか、まあホワイトもありますし、あとはダークオレンジとか、本当にこう秋冬のその季節感っていうのをすごく感じられるカラーで、色味自体はかなりこうどれも落ち着いたウメールらしい色っていうのになってますんで、全然こうどの色をチョイスしていただいても着にくいというか合わせづらいみたいな、そういったことはあんまりないんじゃないかなというふうに思いますんで、もしかしたら僕も追加で他の色を買うかもしれないですし、初めのそのチョイスとしてはこの3色かなっていうところでこの3色を選んでます。コーディネートに関してなんですけど、僕のイメージは9月とか10月とか、本当に少しこう秋を先取るっていう意味合いとしてこのロンティーっていうのを使いたいなというふうに思ったので、下はねショーツっていうので限定して組んでます。この色の3色っていうのが要はどれだけ幅広くどういう合わせに合うのかっていうところもちょっと皆さんに見ていただきたかったっていうのもありますんで、実は前回動画でやってますディッキーズのカットオフのショーツのブラックとベージュのみでこのロンティーっていうのを合わせてみました。色はね正直ねどれも合うんですよ。なのでこんなにパターンがあるっていうところが皆さんにもすごく分かっていただけるかなというふうに思いますし、パンツの色を変えたりとか T シャツの色を変えたりすることによってこれだけ印象が変わりますっていうところも皆さんにぜひこう感じていただきたい。キャップも2色しか使ってなくってブラックとベージュなんですけど、全部大人な男性っていうのをイメージしてコーディネートを組んでます。金額的にもですねトータル5000円で収まるぐらいのコーディネートにしてますんで、誰でも真似していただけるんじゃないかなというふうに思ってます。ぜひなんかこの9月とか10月とかその辺の季節っていうのをめがけてというか
こういうロンティーとショーツの合わせみたいなのを、まあ、やっていただければすごくいいんじゃないかなというふうに思いましたので、ぜひ参考にしてみてください。まだ夏も始まっていないので着れてない洋服もかなり多いかなというふうに思うんですけど、この辺のねロンティーに関してはいつ買っても使える場面っていうのは出てくるんじゃないかなというふうに思いますんで、オンラインでももちろんそうですし、店頭でも買い物を楽しんでいただければなというふうに思います。またね、なかなか外出もできないとか買い物も行けないっていう方もすごく多いかなというふうに思ってますんで、少しでも買い物を楽しんでもらうというよりも、今あるお洋服、今ご自宅でクローゼットの中にある洋服とかっていうのを生かす、新たにどうやって着こなすかみたいなところを、僕がやってるホビーパーソナルスタイリングサービスのオンラインのサービスでぜひアドバイスなんかがねできればいいかなというふうに思いますんで、詳しくはこの YouTube の概要欄にホームページの URL なんかを貼り付けておりますんで、そこでチェックしていただいてぜひ予約していただければなと思っております。暗いニュースもねかなり多い今そんな世の中にはなってますけど、本当にこうやってファッションからもらえるお元気とかパワーってすごく僕はあるかなというふうに思ってますし、僕もすごいファッションからいろいろもらって、吸収してる部分もすごいいっぱいあります。なので皆さんも本当に楽しんでお買い物ファッションっていうのをやっていただければいいなというふうに本当に心から思ってます。まあ一緒に楽しみましょう。それではこの動画がいいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録を忘れずに、本当に忘れずによろしくお願いします。それでは Keep Positive!